木島真弘は日本のバイオリニスト、ジャパンアーツ、渡辺エンターテインメント所属、血液型 A 型、1986年兵庫県神戸市生まれ、身長158センチメートル、渡辺エンターテインメント、3歳半からバイオリンを臨戦の下で始めた、ヤマハ音楽教室に通いながら、中学前から京都での子供向けのコンクールで3年間連続の、 金賞を受賞。7歳の時にも島緑のレクチャーコンサート。9歳の時に宮崎国際室内学音楽祭でのアイザックスターンのレクチャーコンサートに参加した。9歳で小島秀夫式小島無事かコレンギアとメンデルスゾーンのバイオリン競争曲第一楽章でオーケストラデビュー。1998年第52回全日本学生音楽コンクール。 大阪大会小学生の部で第1位を獲得した。江藤俊也、小栗町へ、戸上和代、川崎正雄に指示。小林精神女子学院小学校より、そのまま同中学校へ進んだ。中学2年の時に宝塚市立中学校に転入学。1999年、日本クラシック音楽コンクール全国大会で最高位を獲得。 トルコのイズミルでイズミル公共楽団第25回定期演奏会に出演。翌年にはカーネギーホールなどでブルフフのコンチェルトを演奏した。2000年リピンスキ・ビエニアフスキ国際コンクールジュニア部門で最高位を獲得した。小学生に選出されアメリカ・スペンのサマーフェスティバルに参加しドロシーディレーに支持する。中学校2年生の時に 横浜で開催されたザハール・ブロンのセミナーに参加し、ブロンから今すぐ留学した方がいいとアドバイス受け、2001年10月、ケルン音楽大学ヤングコースへ留学し、同大学教授であるブロンに指示した。平成14年度文化庁海外派遣研究員。2003年6月、アシュケナージ式 NHK 公共楽団のラベル関連、落作品集において、 チガーヌのソリストとして、アシュケナージにより抜擢され、レコーディングに参加した。ブロンは木島を、教え子の中で1、二を争う才能と評価し、ロストロポービチに紹介した。その結果、2005年中、ロストロポービチとアメリカ、ヨーロッパツアーを重ねた。その演奏会は、ヨーロッパ、アメリカの新聞各紙で公表を記された。ドイツの有力紙。 フランクフルター・アルベマイネ・タイトゥングは、カラヤンがアンネ・ゾフィー・ムターを、マゼールがヒラリー・ハーンを世界的に注目させたように、ロストロポービチは、キジママ・ヒローヨに出したと評した。2006年、小林健一郎式、日本フィルハーモニー公共楽団との共演で、ヨーロッパで演奏会を行った。また、プラハ交響楽団の日本ツアーにも同行した。演奏活動以外の面では、 ファッション誌、美的、ミスプラス、フラウニ、たびたび掲載、テレビのバラエティ番組や、2012年には、情熱大陸にも取り上げられ一躍話題となった。その他、中井のみになる図書館、喋くりセブン、今夜比べてみました、富士テレビ、芸能界特技王決定戦、てっぺんの審査員、ザ、世界行天ニュース、林先生の初耳学、く、ヒルナンデス。恋する、 クラシック、題名のない音楽会、NHK 紅白歌合戦出演、FNS 歌謡祭にてジュジュとのコラボレーションなど、多数のテレビ番組に出演。2008年、CD としては2枚目となる、初のソロアルバム、シャコンヌ発売。ケルン大学に留学後は、ヨーロッパ各地での演奏活動も多くなり、室内楽奏者としても演奏会を行っている。2011年10月、 ケルン国際バイオリンコンクールにて優勝。2012年3枚目のアルバムライズ発売。著名ビオリストであるユーリ・バシュメットとのたびたびの共演、バイオリンの巨匠イブリー・ギトリスにも認められ、スイスルガーノでのマルタ・アルゲリッチ音楽祭などでの共演、NHK 公共楽団などとのコンサートを重ねている。指揮者、小沢誠二が小沢率いる斎藤記念オーケストラや、 水戸室内還元楽団に木島を招聘したことでも注目される。2016年、第1回上海アイザックスターン国際バイオリンコンクールで優勝。2019年に会社経営者男性と結婚。2020年2月26日放送の今夜比べてみましたの番組内で発表した。現在は室内楽での演奏活動や更新の指導にも力を入れている。 ありがとうございます。